やつけくんね、今日はどういった仕事で。今日はね、とある高校のボクシングの監督始めたんですよ、はい、え言ってなかったでしょ。また新しいの始めたんですね。始めましたよ。新しいことチャレンジする好きなんで、そうっすね。見ていきます。あ、ぜひぜひお願いします。ここで今今日はやっとんですけどね、練習。あ、もうここはあのマキイカさんが持ってるそのジムみたいな感じ。あ、そうっすよ。知らなかったし、こういった感じでボクシングジムになってるんで。結構じゃあ選手とかももう有望な。有望よ。めちゃめちゃ強いやついるし、結構オリンピックとかもいけるんちゃうかな。マジっすか。 WBA も結構行っててね。プロもいるんですね、うん、行く。あ、お願いします。神聖な気持ちで行けよ。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。おっす、久しぶり。頑張ってる。頑張れよ。じゃあ今日はどんどん練習していこうか。いいよいいよ。どんどんいいね。もっと夢持った感じ。いいな。めっちゃいいぞ。もっと熱いパンチと。いいパンチやね。もっといいよ。あ、いいな。両方や。うん。もっとチャンス。もっと攻めよう。いけるぞ。自信持て。夢持て。大きな夢持て。希望、パッチャンス、情熱、熱い、心、情熱、夢、頑張る。いや、あくびちゃんまだ早い。あくびはまだ基礎を固めない。これ今から何するんですか。うちミットっす。じゃあ行こうか。頑張るよ。やるぞ。俺も頑張るぞ。ワン、ツー、ワン。いいよ。もっと情熱持とう。ちょっと追い込んでいこうぞ。こっち、はい。向かい手のパンチ打とう。いいやん。あ、向かい手やな。どうした、アクビ。やりたいな。いや、無理や。アクビはやっぱりまだ早いって。アクビちゃん、どうした。そんなにボクシングやりたいの。じゃあ今から拍手問題を対決して、もし勝ったら一人前のボクサーとして認めてあげるよ。お互い持ってる力全力で出してくれ。全力で出すのは僕監督も分からないから。じゃあ行くよ。始め。いけ。どんどん仕掛けろ。逃げるな。いいぞ。拍手問題もいいぞ。もっと打っていこう。あ、いいな。いいワンツー、ワンツー、行こう。アクビ、やらずに巻いちゃうぞ。じゃあ久しぶりに行きますか。頑張ってくるからな。やってくるわ。じゃあ行くぜ。お願いします。さあ来い。